僕は運動会で嵐とリレーで競っていた時のことを思い出す。黄色い歓声が響く。僕たちは汗を流しながら全力で走っていた。今さ、無意識なんだけど黄色い声をさ、なんか腹立って聞きたくなかったからさっさとエンターをしちゃった。いや、こういう気持ちなんだよね、レイカ君、きっと。それをたくさんの女の子たちが応援してくれていた。嵐くん、早い早い。お、いるじゃん。レイカ君も、頑張って。さらに黄色い声が上がる。はい。先にゴールをしたのは嵐。は息を切らしながら嵐を睨みつけた。頑張れよ、もっと。僕は嵐に勝ちたい。女の子たちはみんな、僕だけを見ていればいいんだ。そりゃちょっと違うな。目に涙が溜まる。僕だけをってさ、好みは好き、人それぞれだからさ。少女の小さく笑う声が聞こえた気がした。ね、いたでしょ、さっきのクラスメイトの中にさ。そこで僕の意識は途切れた。契約って、これのこと？え、でもメイちゃんはさ、レイカ君？ん？誰かが僕を呼んでる。メイちゃんは嵐くんのことを恨んではいないはずなんだけど。レイカ君、起きてよ。女の子の声だ。僕はゆっくりと目を開ける。え？ここは僕の学校の教室？あれ？僕は病院のベッドで寝ていたはずじゃん。体も、うん、どこも痛くない。レイカ君、もう授業終わったよ。眠そうだな。ずっと寝てたね。そういえばレイカ君、この間のリレーすごかったね。嵐君と数秒も差をつけてぶっちぎりでゴールだもんね。自分の理想通りのってこと？あれ直しちゃった。すっごい棒読みじゃん。え、本当にこれ直しちゃった？顔が紅潮する。どういうことだ。パニックで思考が追いつかない。僕は確かに病院のベッドで寝ていた。多分それはそれでつまんないんだと思うよ。1位取っても体中痛くて声を出すことも精一杯だったのに。なのになぜ僕はここにいる？どこも痛くない。傷一つない。立って歩ける。意味がわからない。レイカ君？僕がただ立ちすくんでいると女の子に声をかけられ我に返る。どうしちゃったの？ぼーっとして。自分が望んだ未来を得られるってこと？僕、なんでここにいるの？事故にあって、病院で寝ていたのに。夢見てんじゃないんですか？ほっぺたつねってほしい。すると女の子たちはみんな目を丸くして一斉に笑い出した。何言ってるの、レイカ君？レイカ君が事故にあった？いつの話？変な夢見てたんだね、きっと。つぐみちゃんいるよね。動揺が隠せない。夢なんかじゃ。さあ、授業も終わったことだし、一緒に帰ろう。あ、めっちゃモテてんじゃん。女の子たちに引っ張られ、僕を学校を後にした。これが望んだ世界ですか、あなたの。よかったね。僕は家にたどり着き、すぐに横になった。これは夢なのだろうか。で、何が現実で何が夢なのか、僕には分からなくなっていた。思考を巡らせていると、疲れのせいか、睡魔に襲われた。鏡で自分の顔を見ると、目の下にはっきりとクマができている。僕の美しい顔がまるで台無しだ。少し仮眠取ろう。重いまぶたを閉じる。不思議な現実、夢が早く終わりますように。なんで自分の望んだ世界なのにね。どうして？なんでどうして？なんでどうして？なんでどうして？レイカ、レイカ。はい。また誰かが僕を呼んでる。誰？ライが暗い。そして少し肌寒い。ここは一体どこだ？あ？え？怖い顔、血ついてる。目の前にいたのは病院で会ったあの少女だった。しかし僕はすぐに少女の異変に気づいた。君、血が出てるよ。大丈夫？
あの、事故った時の血。怪我でもしちゃったの？楽しそうですね。少女が微笑む。痛くないの？あ、めっちゃ血ついてるけど。少女はなんで笑っているのだろう。って、なんだこのひどい匂いは。あれ？僕は鼻を塞いだ。この空間の悪臭に耐えられなかったから。なんか、腐ってない。この匂い。え、ご遺体ですか？僕が悪臭でむせているにもかかわらず、少女はただ笑顔でその場に立ち尽くしていた。不気味だよ。ねえ、ここどこ？僕はどこにいるの？まさか、君が連れてきたの？ねえ、君は一体誰？甘い夢を見せて、その分寿命を吸い取る的な？あっと空間が明るくなり、僕は絶叫した。え、何、絶叫するような様子なんかあった？どう見てもなんか板張りなんだけど、後ろ。なんだここは。窓も入り口も出口もない広い部屋に悪臭がこもってる。その悪臭の原因はたくさん転がり落ちている。それだった。ご遺体？人間がたくさん死んでる。作り物じゃない。完全に腐敗し白骨化した遺体。え、でも白骨化してたら匂わないんじゃないの？腐敗して白骨化した。腐敗が半端に経過した。肉が、なんて書いてある？肉が、死んで間もない死体。頭がない死体。腕がない死体。ん？錬金術じゃなくて、なんだっけ？錬成術じゃなくて、なんかその、なんだ、体のパーツ集めてんのかな、この子。いろんな姿の死体が積み重なるように転がり落ちてた。復活したくて。僕は吐き気がして、口を押さえようとした。腕が動かせないことに気がついた。なんで？腕が鎖できつく縛られている。こういうプレイか。どんなにもがいてもまるで遂げる気配はない。なんなんだよ、これ。お前がやったのか？おい！答えろよ！やっぱあれだろうな。きっと嵐くんに対して敵対視してたからこうなったんだろうな。少女が笑顔を浮かべながらこちらに近づいてくる。そうだよ、全部私がやったの。だってちゃんと契約して、その代償なんだから仕方ないの。契約したんだ。いつの間に名前変えたかな。なんだそれ。契約？代償？僕は思考が追いつかず、ただぼーっとしていると。クーリングオフします。首見てから。え、遠い鏡を見せてきた。あ、そこにもあざが浮かんでいた。